今回は中央線快速が止まる必要がない。いらないと言われてしまっている、かわいそうな駅をまとめてみたぜ。中央線快速といえば、快速なのにたくさん駅に止まることで有名よね。どうしていらないと、言われてしまっているのかしら？理由も解説していくから、ぜひ最後まで見ていってね。中央線快速がいらない駅、第5位は神田駅だぜ。神田駅？意外な駅がランクインしたわね。神田駅には JR だと、京浜東北線や山手線、地下鉄だと、東京メトロ銀座線も停車して、何線もの路線が乗り入れているから、乗り換えでとっても便利な駅じゃない。なのに、どうして神田駅はいらないと言われているのかしら？だからこそいらないという意見があるんだよ。何線も乗り入れているんだから、せいぜい他路線の各駅停車を止めればよくて、中央線快速をわざわざ止める必要なんてない、いらないんじゃないのか？東京駅がすぐ隣にあるんだから、わざわざ停車しなくてもいいじゃないか、という意見があるんだ。乗り換えなどに利用する乗客と、利用しない乗客の間で、いる、いらない論争が勃発しているっていうことね。ああ、そうなんだ。中央線快速から話題が逸れてしまうが、京浜東北線を通過させるべきだ、という意見もあるんだ。え、どうして？京浜東北線の快速は一時期、神田駅を通過していたことがあったんだ。なのに現在は停車しているんだぜ。快速が停車するのは、中央線だけじゃないのね。だから、京浜東北線の快速の方がいらない、という意見もあるんだぜ。どうして中央線は、神田駅に停車するのかしら？逆に止まらなかったらどうなるか、と考えてみると理由が見えてくるぜ。中央線快速が停車する神田駅だけど、逆に総武線各駅停車は止まらないんだ。え、快速は止まるのに各駅停車は止まらないなんて、トリッキーすぎるわ。まあ止まらないというよりは、総武線各駅停車はお茶の水で合流するから、総武線各駅停車には神田駅がない、というだけなんだけどね。なるほど。上野から八王子方面に、向かいたかったとすると、もし神田駅に中央快速が止まらなかったら、上野から乗ってきた山手線から、秋葉原駅で総武線各駅停車に乗り換え、次にお茶の水で中央線に乗り換えと、何度も列車を乗り換えなければいけなくなる。それは確かに面倒くさいわね。他に停車する理由はあるのかしら？他の理由だと、神田駅は中央本線の起点駅だからだな。え？中央線の起点駅は東京駅でしょ？それは中央線快速をイメージしているんじゃないのか？そうだけど、何が違うのかしら？中央線快速というのは、快速電車の運転系統の案内上及び営業上の故障なんだ。お客さんにわかりやすく伝えるための呼び方なのね。そんな感じだぜ。線路名称上では中央本線と東北本線の2路線があって、中央線の起点は神田駅なんだ。じゃあ、神田から東京駅まで乗り入れている、中央線が走っている線路は何なの？あれば東北本線の、中央線専用線路なんだぜ。でも普段の駅案内で、東北本線という呼び方は、ほとんどされないんだ。でしょうね、ややこしすぎるもの。中央線快速が停車する理由として、中央本線の起点駅だから、という理由は、神田駅の利用方法に関わらず、一理ある停車理由だわ。中央線快速のいらない駅ランキング、第4位は日野駅だぜ。どうしていらない駅にランクインしてしまったの？理由はシンプルで、日野駅が中央線快速列車が止まる駅の中で、一番利用者が少ないからなんだ。どのくらいの利用者数がいるのかしら？令和4年の利用者数は、21,373人だったんだぜ。どうして利用者数が少ないのかしら？考えられる理由は私鉄の駅の方に、利用者が取られてしまってるからだな。日野駅の付近には京王電鉄と、多摩都市モノレールの駅である、高畑不動駅があるんだ。特に京王電鉄に関しては、JR より2倍近くの利用者がいるんだぜ。それでも中央線快速を、停車させているのはどうしてかしら？一つ目の理由は、列車の運行本数そのものが少ないからなんだ。立川駅から先の東京駅側は、
青梅線も合流するため、列車の本数が増えるんだが、立川で分岐した先は本数が少なくなるんだ。だったら増発するのはどうなの？それだとちょっと過剰供給になってしまうんだよ。特に昼などの時間だと、新鮮な空気を運ぶことになるんだぜ。快速列車を停車させるのが、一番バランスが取れる、都合のいい運用方法ということなのね。あとは、多摩地域の利用者を都心に素早く運ぶためだな。だから日野駅の他にも、豊田駅や八王子、西八王子にも停車するんだぜ。中央線のいらない駅、第3位は高円寺駅だぜ。出たわね、杉並3駅のうちの1駅、必ず来ると思っていたわ。中央線快速が、停車する必要があるのか、といった疑問の声が多く、いらない論争で有名な駅よね。そうだな、その圧倒的知名度を理由にこの駅をトップ3に入れたぜ。確か、本当は停車駅にする予定がなかったけど、杉並区の方たちが猛反対したから、快速を停車させている。って聞いたことがあるんだけど、本当なのかしら？杉並3駅はそんな単純な話じゃないんだよ。よく、杉並区民がプロ市民だとか言われているけど、区民全員が完全悪だとは、言い切れない面もあるんだ。杉並区の方たちが全て悪い、というわけじゃないんだね。そもそも問題が起きてしまった火種は何かわかる？そこまで詳しくは知らないわね。問題の火種になったのは、中野駅から三鷹駅までの区間で行った複々線化工事が、問題の火種になっているんだぜ。複々線化工事？時は JR 東日本になる前、国鉄時代に遡る。中央線の線路は戦前では中野駅から、東側は複々線化されていたんだけど、今と違って、中野駅から三鷹駅は線路2本の複線の状態だったんだ。もともとその区間は複々線じゃなかったのね。どうして線路4本になったの？当時沿線人口、特に多摩地区の人口が急増していたんだ。しかし、中央線は増加する沿線人口に対応しきれていなかったんだよ。対応しきれない？乗客でパンパンってことかしら。そうだぜ。特に快速は普通列車の3倍以上の乗車率だったんだ。3倍だって？恐ろしすぎるわね。都心に向かう中央線は多摩地区ですでに許容人数は限界。そんな状態で杉並区に突入するわけだから、大変な状況だったんだよ。そこで国鉄は、中央線快速の混雑率を低下させるために複々線を建設し、快速を杉並区に停車させないことで、物理的に乗れなくするという対策を計画し、混雑率を解消しようと狙ったんだ。計画で杉並区に列車を通過させようとしていたのは、なんとなく聞いたことがあったけど、通過させようとしていたのは、そんな理由があったんだね。でも、複々線の建設をするスペースなんて存在していたのかしら？杉並区にある駅は、他の駅と比較すると利用者の少なめの駅だったが、それでも人はたくさんいて、栄えていたんだ。線路沿線にはすでに家や商業施設が立ち並んでいたんだよ。なかなか土地の買収が大変そうね。そうだろう？だからある火種が生まれてしまったんだ。国鉄は土地の買収をするときに、一部の職員が地主に対して、快速列車を杉並区に停車させるから、ここの土地を売ってください。って言ってしまったんだぜ。ええ、そんなことしちゃったの？この時は杉並区をすべて通過するのか、一部通過なのかが計画段階で、まだ決めきれていなかったんだ。だけど、確定していない情報を確定したように伝えてしまったんだよ。悪意があったかどうかは、正直わからないけど、これが火種になってしまうのね。それで完成したら、杉並区の住人に、快速列車が通過することが伝えられたんだ。話を聞いて怒っただろうな。ああ、確かに怒ったぜ。でも怒った内容が違ったんだ。内容が違った？杉並区民は約束と違うことよりも、杉並区の人口規模を主張したり、中央線とは直接関係のない主張をする人もいたんだ。どんな風に言っていたの？当時の杉並区の地元新聞や広報誌には、国鉄の杉並区への対応が良くないとか、ローカル線より中央線の整備に、お金をかけてほしい、という主張があったんだぜ。随分オブラートに包んでいったわね。
最終的には杉並区の地元愛に説得され、通過させる予定の駅だった。高円寺駅、阿佐ヶ谷駅、西荻窪駅を平日のダイヤに限り、快速列車も停車させることにしたんだ。そんな騒動があったのね。でも停車させることになったんだから、もうこれで騒動は収まるんじゃないかしら？いや、収まらないぜ。もともと快速列車の混雑率を下げるために、通過させる駅を増やそうとした。って言ってたでしょ？あ、そうか。結局当初の目的はほとんど達成されてないわね。杉並区の停車駅を増やしたことにより、今度は三鷹より西側から、東京方面に向かう利用者を、ブチ切れさせてしまったんだぜ。なんで、あんな小規模な駅に停車するんだよ。東京までの時間は遅くなるし、小無視通過させておくれ、という意見が出てしまったんだ。あちゃー、確かにこれは大変ね。停車させてもさせなくても、どちらかが納得できないわ。そう、これこそが今もなお杉並さん駅がいらない論争を、巻き起こしてしまっている要因の一つなんだ。中央線快速のいらない駅、第2位は西荻窪駅だぜ。高円寺駅と比べて、上位になったのはどうしてかしら？理由は利用者数が高円寺駅より少ないからだぜ。どのくらいの利用者数なのかしら？高円寺駅は 43,296 人の利用者がいるのに対して、西荻窪は 39,636 人なんだ。西荻窪になると利用者数は、4万人を下回るのね。いらないと言われてしまっている理由は、先ほどと同じだし、せっかくだから、ここでは西荻窪駅の魅力について紹介するぜ。正直あまり行ったことがないから、どんな魅力があるか知らないわね。西荻窪駅のある西荻窪は、実は住みたい街ランキング上位に、ランクインしているんだ。そうなの？中央線快速は休日は通過するから、交通の便が最高、というわけではないだろうし、どうしてなのかしら？これは主観になるが、西荻窪の独特な雰囲気が魅力的だからだぜ。西荻窪駅の広場や、駅周辺の道はあまり広くないんだ。え、それって悪い点なんじゃ？だけどアンティークショップや、古本屋が多く、駅南口には飲食店が集中しているんだ。その競争ぶりが、逆に独特な雰囲気があって魅力的なんだよ。そんな魅力があったなんて知らなかったわ。今度行ってみようかしら。中央線のいらない駅、第1位は阿佐ヶ谷駅だぜ。杉並さん駅の中でこの駅が1位なのね。利用者数が一番少ないのかしら？その通りで、杉並さん駅を利用者数順に並べると、一番利用者が多いのが高円寺駅で、43,296 人。次が西荻窪39,636 人。阿佐ヶ谷は38,256 人の利用者がいるんだ。高円寺駅が多くて、西荻窪と阿佐ヶ谷は同じような利用者ね。これらの駅を中央線快速の全部の駅と比較すると、利用者数ワースト10位以内に入る規模なんだぜ。やっぱり中央線の他の駅と比較すると、杉並さん駅の利用者数は少なめなんだね。そんな阿佐ヶ谷駅だけど、地元民にとって悲願の駅とも言えるんだ。え、どうして？もともと、中野と荻窪の間には駅が設置されておらず、阿佐ヶ谷村の住民にとって、交通の便が悪く困っていたんだ。だから村民と名手である、相沢喜平が中心となって、誘致運動を起こしたんだ。しかも、鉄道省に対して自身の保有していた土地を、すべて提供するとまで提案したんだぜ。誘致運動はよく聞く話だけどそこまでしたのはすごいわね。それでも、一度は却下されてしまったんだがな。そう簡単にはいかないのね。しかし地元愛のある住民の継続的な活動によって、1922年に、悲願の駅開設を成し遂げたんだぜ。なるほど、そんな設置経緯があったのね。いろいろ思うことはあるけど、地元にとって大切な駅であることは確かだわ。いらないと言われてしまっている駅でも、必要としている方がいるし、それぞれで魅力があると言えるな。人が密集している、東京だからこそ、いらない論争など、トラブルは起きてしまうけどね。みんなが納得できるような、解決策があるといいんだぜ。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。